まずオフィシャルから質問なんですが、髪型はすごく決まってますね。そうですね、あのマサルさんっていういつも担当してもらっている美容師さんがお任せで派手にしてくれましたね。とても素敵です。そのこうカラーを分けてるのは何かイメージがあったんですか？イメージなんか本当にいつもお任せなんで任せてます。とてもなんか素敵です。なんかいつもより全てのことをかみしめて今日まで来たなって、そこが一番ですかね。その中で一番思ったことは何でしょう？なんだろう、でもなんか特別に変わったことがやっぱないので、なんか正直実感がまだないっていうか、まあ、そういう部分で直近でこの減量も最後だなと思ってます。もう最後なんで本当にどうなってもいいなっていう気持ちでいます。タップしない？タップする状況を作んないです。はい、そうですね、まあ、リカバリーはいつも通りでちゃんとやんなきゃいけないんですけど、試合終わって食べたいものとか結構考えてますね。ハンバーガーをガブッと食べたいです。そうですね、今日まで本当にいろんなことがあって、まあね、いいこともいろいろたくさん経験したんですけど、最後あのたくさんの人に応援してもらえたら嬉しいです。頑張ります。お願いします。ありがとうございます。それでは朝倉環奈選手の試合前インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。